全員でけえ。おお。パルンパ。おお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 。やばい。現在7時で、はい、多分ちょっと待ってくださいね。こっから名古屋駅までが45分、今のところ渋滞なしです。うわもう早く行こう。ってことは8時前に着く、着く8時に乗る、8時に乗る、9時半、9時半、品川着く、10時過ぎ羽田だったら完璧です。2時間前なんで。そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ後ほど。じゃあ行きます。はい、はい、安全運転でよろしくお願いします、はい。第一関門無事名古屋駅には到着。ここから羽田に向かいます。間に合えばいいな。とりあえず品川に着きました、はい、現在9時半なんで2時間半。あ、まあ普通に空港間に合いそうだね。今のところめちゃくちゃ順調、順調すぎる。あ、遅れてたね。30分ぐらい行き来しすぎやろ。こんな感じでしたね。名古屋と東京を行き来せんから。確かに今日1日だけで東京、名古屋、東京、スペイン。東京、何それ東京、名古屋、東京、ロンドン、スペイン。ロンドン、スペイン、そうだ。では、羽田空港に向かいます。はい、羽田空港第3ターミナル、はい、無事到着しましたんで、現時刻12時24時9分。もう良い子は寝る時間です。深夜ですね。フライト時間が14時間、まずロンドンに行って14時間かけてロンドンに行って、2時間50分のロンドンでトランジット、そこから、2時間半でマドリード、はい、死ぬぞ。膝が CP がもう今日あの名古屋イベントずっと立ってるもうやばい。あ、そうそう、今日確かにほんまに東京、名古屋、東京、ロンドン、スペインという名前。何じゃそれ。死ぬぞ。聞いたことないそんなスケジュール。ディゼルスペインツアーこれからスタートということで、いらっしゃい。ロンドンでお会いしましょう。はい。ロンドン着きました。でもみんな携帯しかいじってません。しゃあ、じゃあ何なら着いた。朝の7時。海外の洗礼受けましたね。ね、引っかかります。いや、マジで。あの、荷物チェック、乗り継ぎの荷物チェック出るの30分ぐらいかかってください。で、俺のボディチェック、クソかも。そう、なんか、靴脱がされてなくて。で、あの、あ、こんなんやった。で、俺回ってん。俺、機械が回ってん。俺回ってん。機械が回ってん。お前も一緒回るやん。話したら英語わからんから、iPad 出さんといけんのにな。聞いたのに中に入れたまんまにしてて、パソコンとな。引っかかってきた。次の、フライトが2時間後ぐらいなんで、それまで完成します。はい、そこからまだマドリードの2時間半。まだ2時間ある。そう、まだ2時間ある。遠すぎやろ。遠いな。はい、遠い。では休みましょう。休憩。ギシどうやった？スペインの先到着して。え、なんか俺前乗り組だったんで完全1日オフだったんですよ。ああ楽しいんだ。もう飯食ってでカジノして。カジノした。え、スペインはリゼマ初めてですか？初だね。あ、初ですか？みんな初。あ、初ですか？初です。あ、スペインは何回目ですか？スペイン2回目。うん、2回目今回です。あ、選手の時とかに試合しに来たってこと？うん、俺アルビレックス新潟バルセロナっていうプロ契約してるから、アルファンチームプロ契約で、あれでなんや。うん、那須さんと。うん、そうだよ。いや、プロ契約のお金出てる。出てない、出てない。プロじゃない。これ選手登録したら。プロじゃない。じゃあ、それ登録。じゃあ、それ登録。いや、登録したらもうプロ契約。いや、プロ契約じゃない。健康診断、健康診断したら
健康診断した。それ登録した。心電図もした。お金をもらって、それで身長も測って。身長も測る。お前ただの治験のバイトだろ。治験のバイトしたらいいから。なんでバルさんに治験のバイトした。すみません、長旅お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、無事に。いや、乗れたっすよ。いや、あの、まず名古屋から東京からの羽田が結構奇跡だったんですね、まず。当たり前のように乗れたっすけど。鬼のハードスケジュールですよ。はい、ということで、来ていただいて早々なんですけど、皆様、秘宝が。はい、ちょっと待ってくれ。来たのに。もうこれ、ミルクあれあれや、これ。最初の動画で、まあ、4つサプライズあるって言ったんですけど、はい、待ってくれ。そのうちの1つが。え、どれだ、え、待って、どれどれだ、マジクソ大事や。発表します。フェルナンド・トーレス監督率いる上にいるアーの練習参加できなくなりました。え、トーレス、まあ、理由としてはレアルユースと、アトレティックユース、コパデルレイっていうで、あの18歳以下の天皇杯でどんどん勝ち上がっていって、はいはい、準決勝の日程がしあさって決まったそうで、あ、スペイン4強、スペイン4強にいるんですよ。そう、あ、それは混ざれないっすよ。それは無理やん。それが今朝ちょっと申し訳ないっていうので、もうかなりチームピリついてて、来週これは一戦マドリードダービー負けるわけにはいかない。その試合見に、その試合見に行けないです。その試合見に、申し訳ないからこれをインビテーション全員見に来てくれっていう。うわあ、やった、やったよ。じゃあマドリードダービー、ユースマドリードダービー。いいですか。よっしゃー、最高の形やん。全然これは美味しい。ロホロホめちゃめちゃビビってたっすよ。ユース行ったなーって。ユース怖えと思ってたから。さらに、え、ちょっと待ってくれ。え、プラス多いじゃん。基本さらに、さらに基本不便にいる A は参加できないけど、不便にいる B だったら参加できるということで、しゃ、行ってこい。何ですか、行ってこい。18歳以下が上にいる、18歳か17歳以下が上にいる、一緒よ、行ってこい。そっちの練習参加にぜひ来てくれということで、ああ、皆さん彼がいます。上にいる B、はい、あ、みんなで上にいる B の練習参加と、コパデルレイの準決勝マドリードダービーを見に行けること。それはもう全然非合法ないよ。まあ、シーズナーフェルナンド・トーレス監督トーレスではないっていうことです。なるほど、その試合見れば。めっちゃ楽しみ。良かったです。名で、不明にいる B で、平均年収2000万円。不明にいる A が平均年収4000万円。おーよ、ほんまや。おーよ、待ってくれ。2000万ってもう J1 レベルだよ。16歳17歳が16歳17歳が2000万。そんなもらってんの。17歳18歳ですね。17歳18歳が2000万ぐらいもらってるんですよ。 A が19歳18、19歳。どういうもらってる人はそれぐらい。どこからマネタイズされてんの。2000人クラブ規模どうなってんの。確かにそうなったらすごい。小学生で100万円ぐらい。幼稚園で50万円ある。幼稚園で生まれた瞬間はもう生まれた瞬間3万ぐらい。なんとなくうまそうやな。出てきた瞬間ね。そうそうそう。あの皆さん、あの旅でお疲れだと思って、一旦この後ホテルにチェックインして、じゃあ一休みしてから、一休みした後に、膝がパスパスなんで、8人制のサッカーで試合に行ってもらいます。おいよ。ちょっと待ってくれ。お前ら本当に危ないよ。ちなみに1時間ぶっ通しです。はい、はい、1時間ぶっ通しです。はい、それどういうことぶっ通しって。ピックアップ1時間ぶっ通しです。60分1本。チームな。それまでみんなレストしてほしい。それは6時です。いや、移動した方がいいって絶対。はい、よっしゃ、ホテル。よっしゃ。よっしゃ。到着、やっと休める。え、あ、そっちタイプ。足で蹴るタイプ。手動。え、すごっこれ。え、怖い怖い、普通に怖い。これ多分、あの普通に死ぬやつやん。死んでるやつおるやん。これすごいね、開放感。ちょっと俺これちょっとゾクゾクする。怖いわ。え、
マジで、あの、ほんまにこの柵だけ、しかも押すタイプね。失礼します。めちゃくちゃええやないかい。おお、いいね。え、すごっ。え、チャラ。え、めちゃくちゃチャラいわ。おい、これ丸見えや、これ。ここでこれ、高野いつも捕まるけど、ね、これ丸見えや。それ意味ないって。高野大きな一物まで見えや。どこがこうやって大きなよ。まだこっちでもいけるよ。すごいね。浴槽あるのちゃんとしてるな。え、待って、高野君これ何。これ高野君の運動とめっちゃ聞こえるって。これ正面無駄になってトイレできるみたいな感じじゃない。なんで2つある。トイレ2つ氷あるから。だからこういうことやろ。いや、朝に朝飯しかないからね。分かります。ブリブリ。お前臭い。お前待ってよ。お前こっちへブリブリしたら、お前ちょっと食べて。詰まるって言うの。お前詰まる、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 これは無理やわ。詰まるだ。あれさ、あれめちゃくちゃいい立地やん。あれが、あれが夜になったら赤くなるらしい。え、あのアドレティコがカラーになるらしい。あれがアドレティコだね。やばくて、あそこでいつもグリーズマンがこれやってんの、これやってんの。すごっ。俺ら多分部屋逆側だから多分見てない。見えねえわ。多分逆側だった。一回シャワー見よう。一回シャワー見て休むなんとダメや。試合あるから。オッケー。え、お、これちょっと見え、ストリート感がすごい。うわ、うわ、ちょっと待って、やってるよ。ちょっと待って、ごつ。じゃあ到着しましたということで、早速降りていきましょう。もう行っていいですか、はい、これ無双してください。いや、もう、はい、頑張りましょう。スペインの小サッカーで無双してみた。無双してください、はい、そういう企画なんで。はい、わかりました。なるほど。ということで、もう時間もね、確かにこんな明るい時間。今4時とかでしょ。7時20分。え、9時20分。じゃあもうそろそろ、わからん。太陽元気。運動もしたことだし、ご飯行きますか。確かに、うまい飯食いましょう。うわぁ、行きましょう。やった、ありがとうございます。超回復やった。はい、ということで、うまかった。ご飯終わって、お腹いっぱいや。もうね、いっぱいや。いや、腹いっぱい。もうちょっとプラプラしましょう。よしよ。 Always all days all nights in do a do a do a。 夜10時でちょっと暗くなってきたな。まあ夕方6時ぐらいかな、日本でいう。まあ6時7時。あ、そうやね。ここスペインの銀座的なところだし。やっぱ治安、治安いいの、スペインの座人。いや、ゴミ箱でかいね、ボケ。酔っ払い。何杯飲むの。2杯です。2杯。顔真っ赤やでも。食える、食える、食えるっす。やば。クソ酔っ払ってるやん。いや、マジ酔っ払ってないっすよ。ワンちゃん、ワンちゃんいる。うわー、ベリーキュート、ベリーキュート。かわいい。取り仕方されて全然ちゃん方向向いてない。取り仕方されて。めちゃくちゃ無視されてて。ちょっと、え、ちょっと待って、なんだ、だからさ、癖強いって。え、普通に、え、待って、スペインのさ、大工さんって普通に作れないよ。これ、ほんますごい特徴的だよ。もうええって、普通の超音形でええって。 3D にすな。これ大工さんが好きなの。うわー、座りやす。めっちゃ座りやすかった。やっぱこれ斜めやから、あの背もたれもいい感じになるよ。これ、座りやすい。お前2杯で酒さ。え、グリーズマン、待て、グリーズマン、え、やっぱマンゴーの、え、グリーズマン、ピンクちゃうやん。かっこよ、かっこよ。やっぱアトレティコマドリードの象徴の看板選手がやっぱやるんだね。絶対無理や。まあでもワンチャンあるっすよ。まあまあまあ、中ないか。まあまあまあ、おったらすごいな。まあ、おったらマジでやばいよな。見たいっすね。確かに見たい、普通に。攻めてというか。普通に見たい。見れたら一番ベスト。え、ちょ、マジで、どうするこの後。俺、結構、俺帰る。結構ガチで、時差ボケと、頭痛い俺も。目がやばいよ。ちょっと僕も、足がパンパンです。おいおいおい。ちょっと俺今日は休みます。わしは
リル君とカジノに行ってまいります。おお、大勝負。お前ら元気やな、マジで。まあ、じゃあちょっと行ってみますか。俺はちょっと一回帰るわけよ。じゃあこれからはもうおのおの皆さん、あ、これ来た。ニュースがございます。はい、ニュース。明日、明日っす。明日のニュース、明日に関するニュース。今回、前日に、まあ、キャンセルというか練習不便にら参加できなく、まあ、なってしまったっていうところを、はい、まあ、アトレティコ・マドリード側が結構重く捉えていくそうで、まあ、それは日本から来てもらってるみんなに対して、まあ、プロフェッショナルな対応じゃないだろうっていうことで。いや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 、めっちゃ優しい。そんな俺らに。俺なんか、なんか勝手なイメージ、そういうのは当たり前っていうと海外は思ってたぐらい。いや、もう扱いしてもらっていいけどね。あの、世界最高のクラブの一つとして、まあ、その対応はプロフェッショナルじゃないです。すごいな、かっこいい。まあ、何言う、何言う。確かに、確かに。二つトピックございまして、クベニール B の練習参加に、ビジャが来てくれます。ダビドビジャが最下位や。最下位です。最下位や。俺 は初見だ。俺も初見だ。俺ら初見や。リゼンボわしは2回目です。友達か、友達か。ダビね。ダビそダビドビジャ。ダビそっちでもいい。もう一つ、明日その10時、はい、練習じゃない、スタジアムツアー。確かに練習参加は明日じゃないですか。明日じゃない、はい、スタジアムツアーさせていただくときに、フェルナンド・トーレスさんに45分間対談の時間をいただきました。やばい。7分7分もいいの。全然もっともっと。45分。急すぎる。もうアトレティコ大好きや。えぐい。そよ風に当たりながら散歩してたらこういう感じに予定がコロコロ変わると。海外ですね。海外はなる。じゃあということで自由行動にしますか。はい、自由行動しましょう。帰ります。明日に向けてね。帰ります。解散。お疲れさまでした。お疲れさまでした。ちょっと待って、こつえスケッチ。とんでもないスケッチだ。全然